皆さんこんにちは、キムリンオーディオです。今日はですね、僕のアルトワークス君、はい、ちょっとこんな、加工をしていました。はい、前回はですね、インタークーラーの、空気の、取り入れ口ですね、ここにちょっと変なくぼみがついてまして、それをPP クラフトシートというものを使ってですね、ここをきれいに平らにしたっていう、動画を上げたんですが、今回は、ちょっとインテーク、エアクリーナーですね、エアインテーク、この部分のこれをちょっと加工して今ちょっと取り付けていました。でちょっと今クリップはまだつけてないんですが、ちょっと全体像的にはちょっと両面テープで結局作業するんですけども、こういった感じのものですね。今回このハーネスクリップとか、あとはちょっとこの辺複雑な形状をしてまして、ここもやはり空気が入ってきた時に乱気流を起こすんではないかっていう、そういったこともちょっとまた、こういった整流板のようなものでですね、ちょっとこうきれいに空気を、きれいに導いて、スムースに空気を取り入れてみようかなというような、そういった形で今回もちょっとチャレンジしてみました。ちょっとずっとね、この、純正のこのエアインテークの、ここの空気取り入れ口の形状をずっとよく見てると、この奥ちょっと穴開いてるんですよね。で、入った空気はこの側面から、ちょうど上から見ると空気が入ったらこの側面から、エアクリーナーボックスの方に入っていくんですけども、これまっすぐ入っていた空気がもう筒抜けのようにして、ちょっともう一回裏見てみましょうか。このように、空気が、抜ける口ができてるんですね。で、これの、理由っていうのをちょっと僕、推測なんですけども、この空気は、通過した空気はですね、ここから出た空気は、この辺を冷やすんですね。これはターボから、下級された、部分のパイプになりますので、ここもターボチャージャーで下級されるとかなりの熱になります。この辺の、ちょっと若干の冷却も兼ねてるのかなというのと、あとはやはり雨の日とかですね、北海道であれば吹雪、雪、この中入っていくとですね、この奥の穴がないとどんどん雪詰まっちゃって、もう多分雪だるまになっちゃうんじゃないかっていうことと、雨も走行中の雨が入っていくと、やはり、ここに蓋をするとですね、多分雨水が溜まるんでしょうね。溜まるとそれ水吸っちゃいますんで、ここは水やら、雨、あとはちょっと大きな砂ぼこりなんかはもう通過させるのかな。そして側面から空気を吸うことによって、なるべく水とか、北海道とか、東北、雪が降るところであれば雪を吸わない、そういった工夫がなされている形状だと思いますので、あんまりこれ奥深くまでやるとちょっと違う案件になりそうですので、この奥に通過する、穴はこれはもう大事に残した状態で、とりあえず前面から入った空気をスッとスムースに、この中に送り込んでみようかなって、そういった考えで今回もちょっとチャレンジしてみました。ちょっと こんな感じでついちゃってるんですけども、両面テープで貼り付けてます。でここにちょっとベロのようなものがあるんですが、これをちょっとこの中にこういう形にして、であとは左右のクリップで留めるといった、そういった内容であります。さて、じゃあ早速この、これなんていう名前をつけましょうか。整流板とでも言いましょうか。はい、今回ちょっと難易度が高かったです。これチャレンジ、これを見てですね、チャレンジしてみようかなって思う方、ちょっと難易度高いかもしれません。はい、じゃあ今回作りました、整流板、これのちょっと各部細部の大きさ、サイズ等をちょっと見ていきたいと思います。これは実際の現状のものであります。じゃあちょっと
まず、高さ 7.2 センチで横幅 11.5 センチ、この状態から、さらに 5.4 センチで 3.6 センチ、2.5 センチという形で、まあ、もし作られる方は この辺でちょっと印をつけていただいて、で、今度高さの方なんですが、このベロの部分ですね、ベロのこの部分が 2.6 センチ、そしてこのちっちゃなちょっとこう切り欠きのようなところ、ここ4ミリです、4ミリ。そしてあとはこの高さになるんですが、まあ 4.2 センチで、ここはですね、そうですね、まあ線の印をつけていただければ、そこからスーッと切り落としていただければほぼこれと同じ形になると思います。で、あとはちょっと山折り線というのと、あと、まあ、今回両面テープ使いますので、まあ、両面テープはだいたい2センチ幅ぐらいのところに貼りますよと、そういった形になります。ちょっとサイズ、ちょっと長めに、でもしこれ参考にされる方はちょっとこれを、まあ、一時停止かなんかで見ていただければ、こんな感じになります。これですね。はい、サイズはこういう形になりました。これも僕カット&トライで、まあ最初はこういった叩き台から、徐々に、まあ、形状合わせ、そしてこのように若干ベロが出てきます。そしてこれが、まあ、最終的にこういう形になるんだなということで、まあ、これをベースに、まあ、これをきれいに、まあ、まあ、手直しといいますか、きれいに加工したといった、そういった流れで、結構ちょっとこれ結構時間かかりました。そして、また今回の使った材料なんですが、インタークーラーと同じ PP クラフトシート、これをまだね若干残ってたので、まだあるんですよ、結構あるので、まあ、ちょっとこれを流用しました。はい、で、今回まあ使用した、まあ、工具類、まあ、準備するものとしまして、まあ、これから両面テープっていうのが出てきますので、まあ、両面テープ、そしてこれ台所すみません、うちの嫁さんがこれ探してたの、台所あれハサミがないって言うとここにあります。あとちょっとクリップを外しますので、まあ、クリップ外しを、まあ、持ってる方はこれ使ってください。でない方は、まあ、マイナスドライバーでも、まあ、取れますので、まあ、大きく見て、両面テープ、まあハサミはよく切れるハサミだったら何でもいいですよ。で、まあ、クリップ外しなければ、まあ、マイナスドライバーでも、それでもいけるのかなと思います。あと材料については、まあ、手持ちの材料でもいいのかなって僕は思ってますが、まあ、僕はまたたまたまこういうのがちょっともうあって余ってましたので、これをまた活用しているというところであります。はい、じゃあ次に、ちょっとまあ加工なんですが、これ山折り線っていうところ、このベロ、まあ、2.6 センチの高さのところで、まあ、この辺でちょっと僕適当にですね折り曲げます。で、まあ、こういった感じですね、こういった感じでちょっと折り曲げます。これも もうだいたい 2.6 センチぐらいのところにこうやって折り曲げております。すぐちょっとこれあまり厚い材料だと曲げるの大変だと思いますけど、まあこの PP クラフトシートみたいなものであれば、まあ、いとも簡単にこうやって折り曲げることができます。これ結構ねギュッと折り曲げてっていいですよ。で次にベロ、これはですね現物合わせしながら、これもちょっと結局細部細かい、どの位置で折り曲げたらいいのっていうのはちょっとこれ数値化できなくて、まあ大体ちょっと若干斜めっぽく、でこれもちょっとある程度折り目をつけといていただいて、まあ、こういった形になります。横から見るとこんな感じですね。こういう感じになります。でここ R をつけたのは、
まあ、またゴムの製品もありますし、あとボンネット閉めた時に当たらないようにという位置で、まあ、こういった加工をちょっと しました。でまた丸くすることによって、まあ、ボンネット開ける時ですね、まあ、手を入れて動かす時に結構あれどこだっけどこだっけってなった時にここんなところでこう手をこう怪我しないようにということでちょっと、まあ、R をつけてる。ただそういう感じであります。ここね、であとボンネットが湿った時に、これに干渉しないようにっていうことも配慮した形状であります。まあちょっとね、一応これを持って叩き台のような形でできましたので、まあ、これで取り付けていくんですけども、これもし皆さん暇つぶしに、チャレンジされる方は、まあ、手持ちの材料でも、結構ですし、またこの形状をまた元にですね、皆さんの方でもうちょっと創意工夫していただければもっといいものができるのかなって思っております。もしチャレンジされる方でこうやったらもっと良かったよっていうようなことがあればですね、またちょっとコメントでもいただければ、そういった形でとりあえず今回は叩き台というような形で作ってみました。どうでしょう、こういう感じで空気がスーッと入っていくという、まあこういった、感じですね。はい、まあ、こういった形で、ちょっとやってみました。まあ、これもいい暇つぶしになります。まあ、叩き台を作るのに僕ちょっと結構時間かかったんですけども、ここまでできてしまえばあとをハサミで切って、で若干サイズが合わないなってところはハサミでちょっと細かくちょこちょこっとこう修正すればですね、収まるようになります。でまたここの、ボルトですかにもちょっとなるべく干渉しないように、僕配慮しました。まあ、別にクリップ外したらもうこれごと取れるような設計に僕してますので、まあ、ここのボルトを外したり脱着作業が必要だっていう場合には、まあ、邪魔にはならないと思うんですが、こういったところもちょっと若干、とりあえず、設計の中に取り入れております。設計偉そうなこと言ってんな、いえいえただ言ってみただけです。であとそうですね、結構これ折り目をしっかりとつけておくとここ結構ピシャッとつくんです、こう収まってるんですけど、もし不安な方は、まあ、裏側にちょっと両面テープでも貼っていただいてですね、この部分をちょっと少し固定するのもまた一つの手かなって思っております。じゃあちょっと最後にもうちょっとよく見ておきましょうか。で貼り付ける時なんですが、まあ、裏側から、貼り付けていくんですけど、そうですね、コツ的には、まあ、このベロがこう落ち着くところ、スッとこう落ち着くような感じで、あと、まあ、ここがだいたい綺麗に揃うかなって、まあ、そういったところをちょっと何回かトライしてですね、まあ、つけたり剥がしたりをちょっと繰り返しながら、一気目をしたんですけども、多分、まあ、そういう形になると思いますが、それでちょっと僕はやってみました。ちょっとこれは加工もそうなんですが、これをちょっと取り付けるのもちょっと若干ちょっとコツがいるのかなって僕思いました。はい、ということで、これで、はい、でこれで完成いたしました、はい、こういう感じです。もし、まあ、チャレンジされる方はですね、まあ、細かな修正等あると思いますが、ちょっとやってみて見たら面白いのではないかと思います、はい、どうでしょう、ちょっと見た目もこんな感じであります。であとはボンネット閉めても、まあ、問題ないというところの、方もですね、この形状であれば、全くこのボンネットのこの部分ですね、干渉することも、まあ、ないということで、まあ、一応形的にはこれで、まあ、できたかなって思っております。あとこの部分の隙間とかもあるんですが、ここもこのようにしようと思ったんですけども、どうやらこれちょっとこういうふうにした方がしっかりとこの
プラスチックのこの整流板、これをしっかりと押さえる力があってですね、変に逃がすとパカパカパカって浮いたりとかしますので、あえてこちら側だけ少しもうこのような形でしております。また雨とか入った時もね、大きな水しぶきとか対向車の泥跳ねとかそういうのが入った時にちょっと若干ここでもう逃がしてあげようと、まあ、そういうことで耐久性とかまたエンジンに対してもですね、ちょっとあんまり追求すると良くないのかなという形で、まあ、こういったところの部分までちょっと留意して設計してみました。はい、まあ、そうですね、まあこのサイズをもうもし、まあ、これでちょっと作っていただければですね、あとハサミで切って、そして両面テープをつけて、そしてまあ貼り付けて、まあ、あとはこのように、まあ、取り付けるという話なんですが、もし、まあ、暇つぶしにっていう方がいらっしゃいましたら暇つぶしって言いますか、そうですね、こんなことするのはやっぱり僕だけでしょうね。はい、ちなみにインタークーラー、ちょっとこれを参考に、まあ、チャレンジしていただいた方もいらっしゃいまして、まあ、僕的にはよかった、ありがとうございますという形で、またこれをまた元にですね、またさらに皆さんの方で改良とかしていっていただければ、まあ、なるべくお金をかけずにですね、低価格で、まあ、純正あるかもう、まあ、純正形状なんですけども、まあ、少しでもちょっと効率が上がればいいのかな、まあ、そういった感じの、作業でありました。はい、またワークス君の方もですね、まあ、なんか変なこと思いついたらまた、やってみたいと思います。はい、そうですね、あとシエクル君とか、まあ、アーシングのこととか過去に僕結構動画上げてますので、もしよろしければワークス君の動画ちょっと過去検索していただければ、はい、あとマフラーアーシングっていうところもですね、僕ちゃんとやっておりますので、こんな感じで、こういったところもですね、もしよろしければこれも暇つぶしに見ていただければ、ちょっと僕としては嬉しいなって思っております。はい、今日は、まあ、エアクリーナーの、まあ、インテーク、この空気取り入れ口、この部分の、まあ、加工のお話という内容でありました。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。また今後ともよろしくお願いいたします。それではまた。